社長、お疲れ様です。お疲れです。社長、はい、今日はですね、はい、起業して失敗する人の特徴と、はいはいはい、うまくいかない人の特徴、ちょっと社長に聞いてみたいなと思いまして、今回ちょっと社長にこの話題を持ってきました。なるほど、はい、結構ね面白いね。リアルタイムの話であんだよ。あ、本当ですか。一個リアルタイムで、ね、これって、はい、そのまあ今起業って言ったけど、はい、なんか起業云々じゃなくて、はい、人生うまくいくかいかないかみたいなさ、うん、話に全部通ずるものがあって、でさ、俺もうめっちゃ身近なパターンが、はい、成功するパターンと、はい、成功しないパターンっていうのが、はい、同時進行に知ってるの。じゃあどちらもまだ成功もしてないし失敗もしてないってこと。そう、でもおそらくこっちは成功するよねっていうのと、こっちはもう絶対に失敗するよねっていうのが明らかに分かってる。でちょっとそのこの対照的な2人がねいるんですよ。でちょっとそのエピソード聞いてもいいですか。そうそう、なんか1人は、はい、ある、まあ、人がいる、ある子がいるんだよね、はい、でその人はもういくつか 20代後半、26、7、8ぐらい、同じぐらい、そうそうそう、はい、の子がいて、でその子を20歳ぐらいから知ってんだよね、はい、でこれなんで、まあ、そんな若いの知り合いかっていうと、その子の同級生、地元の同級生がうちで働いてたの。あ、ブッシュートミさんって。そう、はい、それで俺の友達もなんかすげえなんか頑張ってんのがいてみたいな、で一回紹介されて、で車好きだみたいな話になって、はい、でおー頑張れよなんてさ、でオートサロンとか俺展示とかしてる時もさ、はい、見に来たりとかしてて、あ、そうで車好きなんだって、はい、で頑張ればねいつか買えるよなんて言ってたの。でその子はさ不動産で頑張ってたね。あ、で不動産で頑張ってて、はい、でなんかすごくて、それも話聞くと、もう何十億何百億と売るんだよ彼は。でその歩合とかついて、はい、なんやかんや給料いくらもらってるか知んないけど、はい、20代多分半ばとかで、はい、ウラカンかなんか買ってたの。めっちゃすごいじゃないですか。そう、すげえじゃん、はい、すげえなーなんて思ってたの。でそっからまあこう月日が経ってって、はい、でなんか何年か前にもたまたま道端で会ったりとかしてて、うん、そうそうそう、お元気なんて話してた、はい、ただ最近また連絡あって久々に、はい、でお久しぶりですと。でそうそう、この度なんていうの、まあ、会社辞めたのって、で独立しまして、あ、まあ、そんなのもありちょっと報告もありちょっとお時間よろしいでしょうかみたいなさ、あ、じゃあ久々にご飯でも食おうかみたいな感じになり、はい、なんかこの間会ったのね。でいろいろ話を聞いてたら、会社ですごい成績が良すぎてまだ20代なのになんかもう超抜擢されて、なんか、まあ、役員やれと、あ、その不動産の会社で、うん、言われたんだって、はい、ですげえじゃん、そんな嬉しいじゃん、いや嬉しい、大出世じゃん、はい、なのに彼はちょっと考えさせてくれって言って、なんか持ち帰ったらしいんだよね。はい、で家帰って考えた時に自分がやりたかったことってなんだろうみたいなことになって、今じゃねえなみたいな、自分で会社を作ってその社会に貢献したいみたいな思いが昔からあったらしいんだよね。はいはいはい、そう、20代で思うかねそんないや自分一応20代ですけど、ね、同じぐらいだよね。貢献したいって思ったことないですね。そうで彼はさ、はい、そうやって思ったらしくて、はい、まあ、自分でやるしかねえっていうのがあったらしくて、で会社を辞めるって言うんだって。あ、それだけ稼いでる。そう、稼いでて、はい、何その役員も話も来てんのに、はい、もう辞めますと。え、なんでってなるじゃん、はい、そうで、まあ、これこれこうですって会社に言って、まあそうかって、まあ、一応納得してくれて辞めたらしいんだよね。でまあ俺に会って言うわけ、その話を。で独立したんだって、じゃあ不動産屋で独立したのかなと思ったわけ俺は、はい、そしたら話聞くと不動産屋で独立してないのよ。え、不動産屋で独立してない。不動産屋で何十億、はい、何百億も売ってた男が、はい、その仕事しないっていう。え、そのノウハウを持ってたの。持ってんのに。でお前何やってんのと、はい、そのノウハウを持ってしてまでは、はい、それ無駄になるわけじゃないですか。そうですね。そう、何の会社で独立したのって俺聞いたの、はい、したら
なんかいろいろ考えた時に、はい、実家もなんか建設業かなんかやってるらしいんだけど、今さその後継者問題とかあるわけよ、はい、そう、それでなんかそういう時になんかそういう会社を売るとかね、会社を買うとかなんかそういう方に頭がいったらしくて、あ、これ M&A の会社を作ればその自分のお父さんとかおじいちゃんにもなんかうまく貢献できるかもしれないと思ったらしいの。それで M&A の会社を作ろうってなって作ったんだけど、なんかいろいろなんかそういうさ思いがある人ってさ、多分そういうまた意識が高い人たちが集まるんだろうね。はいはいはい。でさ、なんかもうそのままスタートして M&A 経験者とかが入ってて、はい、今半年、会社作って半年なんだけど、もう8年ぐらいだし、半年で8年ですか。それでなおかつこいつらバリバリの経験者、うん、それで今もうまあちょっともううまくいき始めてんだけど、もうそれは成功したと言っても過言ではないよね、すでに。そうで、はい、俺その話聞いて、まあ、20代なのに、はい、いやすげえしっかりしてるなと思って。いやすごいですね。そう、それでもう何ならもう成功してるじゃん、それ。もうそれは8人雇ってたらもう成功してますよ、ね、そう。まあこれ一つの話ね。だからそれが成功例ですね。成功例、はい、で今度失敗例の話するよ、はい、これ今20代の話ね、この人、はい、でもう一人は40代の話するよ、はい、でこれどういうことかっていうと、まあ、うちにいたやつがいて、でそいつが、まあ、独立したわけよ。うん、でそれは全然いいの、独立するのはね、はい、で独立したはいいんだけど、ある、まあ、お客さんがいて、まあ、A 社という会社があるとするよね、はい、でその A 社がうちに、まあ、仕事をくれてたわけよ、はいはいはい、でその独立した人に行かせたんだよね、現場を、うん、だ担当まではいかないけど、まあ、そんな感じだったの。そしたらさ、これ人間ってさ、やっぱりさ、あの情報とか入ってくるからさ、はい、この人が独立したって言ったらさ、そのお客さんもなんか、あ、じゃあ仕事を入れてあげるわよみたいな、わかる。あ、まあその武士富さんから仕事をもらってた、あの仕事をやってもらってたんだけど、あ、まあ関わってるのはその職人さんだから、そうだから、ついじゃあ独立したなら、はい、じゃあ武士富さんじゃなくてあなたにあげるわと、はいはいはい、そのおばさんなんだけど、どうする、もし 俺がその彼だったら、はい、そうやってお客さんから言われても、うん、後で面倒くせえから俺だったら、はい、いや武州飛びさんに仕事入れてくださいと、で武州飛びさんから僕を指名するように言ってくださいと俺だって言うんで。いや、まあでも自分がそう言いますかね。だよね。でもこれ、はい、これができるので多分経営者なの。あ、まあ、俺ら経営者の思考なのよ。まあ一応そうですね、はい、でこれ一般人の思考ってどういうことかっていうと、はい、武州飛びに入れたらじゃあ 10% なり 20% なり取られちゃうからもったいねえと、だったら 100% 丸々やりたい、これが一般人の思考なのね、はいはい、で彼はもろそれで、でまあやるんだよね。でうちの担当の営業がそれ俺言ってきたから、はい、別に言わなくていいんじゃないみたいな話で、まあ黙っといてあげたんだよね、はい、そしたらその40代独立したやつがやらかしたんだ、現場で、そこのお客さんのところで、でやらかして、でまあ謝り行ったんだよね、うん、で謝り行ったんだけどなんかすげえ怒ってて、で武州飛びさんもう一回お願いしますみたいな感じで来たの、お客さんから。結局帰ってきたんですね。帰ってきたの、そう、はい、でまあそういうことがあって、それでまあすげえ謝り倒してそいつが、はい、でなんか結果なんか半分じゃあ何2頭あったら1頭ずつ入れるよみたいな話になったらしいんだけど、はい、それってでもさ、まあ多分またなんかやらかすと思うの、そういう人って。そうです、そう、 でそうなった時にまたいなくなっちゃうだろうし、お客さんってだ、そういうなんかさ、なんていうの、もうさっきの20代の話と今の40代の話って聞いててさ、明らかにもう人が違うじゃん、真っ直ぐさが違いますよね。そう同じ人間ですかと、はい、うん、で思うよね。確かにそのなんか最初に聞いた前者 その若者はすごいなんか真っ直ぐ感というか、すごいよね、感じましたけど、確かに後者の方はちょっとずるさを感じて、ずるさを感じてなおかつ空回りしてるというさ。そうですね。そうで多分彼その前者の方は空回りしないんだよね、これ。確かにそういうずるさがないってことだよね。ない、うん、だからこういろんな人から仕事あげようかとか、そうその信用とかもあるし、そうで、ね、こうやって、まあ、例えば俺なんかもう何十個も年違うけどさ、はい、ね、こう仲良くできるしさ、なんか、うんうん、だから
なんかこう意識が同じところだとさ、なんか一緒に遊べたりもするだろうし。そうですね。じゃあ俺この後者の方と遊べるかさ、遊べないよね。確かに、なんか価値観違えないみたいな。そうそうそう。そんな、ね、だってさ、例えばさ、仮に1棟あったとして、はい、これがさ、じゃあ20万円だとするんじゃん。で 10% 抜かれたって言ったら2万円の話だぜ。そうですね。2万円はこっち払ってね、うまくやれやんようにとか思うのにね、えもったいないねっていうね。でそいつなんならあの他のお客にもちょっかい出してるからね、うちの。ああそうなんですか。そうで、それはなぜかっていうと、はい、あのまだうちを辞める前に独立しますって時にいろいろ電話しまくって、種を植えといた、ね、そうそれでそれ受けるから俺が担当のやつに電話してる、担当の会社に、だからすぐその人から電話かかってきて、はい、どうなってんのって、あいつから電話かかってきたぞって、あいつどうにかした方がいいよって俺言われたから。やっぱまあでも客観的に見てもさすがにやべえなと思います。そうやべえなってなる、ね、やっぱりそのどう考えたってその個人事業主でまだ始めたばっかの人ってそのブシュートビさんと案件の数も質も全然違うわけじゃないですか。そうそう、量もって考えた時にその、まあ、自分で新規のルートを開拓して自分でやった方が単価高いんだったらそれはそれで案件あってもいいと思いますけど、ブシュートビさんに頼れるところは頼ってその仕事をもっとたくさんもらえる状況は絶対自分だったら作った方がそうなんだよねと思うけどなと思います、ね、そうそれは得じゃん、はい、でもそれが経営者なのよ、はい、そのなんか目先の損得じゃないじゃんこれって。そうですね長い目で見た時によっていうこれができないんだよな。だからその俺さっき前者の方の彼はさ、はい、俺一応聞いたんだよ、なんで不動産屋で独立しないのって言った、はい、したらその前の会社の社長には恩も義理もあるし、はい、同じ商売で独立したらバッティングしちゃうの分かってるからしないんですって言った。すごくね、バッティングしちゃうのが嫌だからそうもう不動産っていう業態をそもそも辞めるっていう、そう前の会社に対して不義理だからって。そうすげえなって、そういう人が成功するんだなと思って。いやでも確かにそうですね。だってどう考えたって MA の会社起業するより不動産の会社で起業した方がそう手っ取り早い、成功するビジョンは見えやすかったはずじゃないですか。そうなのにその不義理になっちゃうことを理由に不動産をやらない。そうやんない、すごくない。それが26、7歳の判断でってことですか。そうで片や40過ぎてて、はい、あのちょっかい出す、巻いた客にちょっかい巻いた会社のお客さんにちょっかい出すっていうこの成功者と不成功者の違い、はい、なるほど。でこれって会社の企業云々じゃなくて、はい、これって人生においてだと思うんだよ俺。なるほど。いろんな人が自分を頼ってくれたり頼らせてくれたりとか、いやそういうのが人生豊かになるってことですよね。そう仕事も人生も。そうお天道様見てますよっていうね話です。不義理なことはしたらあかんと、うん、そうちょっと今ねたまたまそういう最近そういうさ、はいね、こっちとこっちの話が対象すぎて面白いなとあったからね、ちょっと話したけど。自分も気をつけます。後者にならないように後者にならないようにちゃんと義理がたく、ねそうはい、関わる方を思いやって、ねそうだねはい、あの頑張れるように、うん、自分も頑張ります。ねそうしましょう。はい、はい、じゃあ成功する方とまあちょっとうまくいきにくい方の差はそんな感じということで、ねはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。